生姜の稲田美希と水原希子です。違います。勢いで無理です。同じ感じで無理です。無理でしょうか。はいはいはい、皆さんこのぐらいの距離だとそう見えるんじゃないかなと思いました。見えないですから、はい、伊豆川さんとね、はい、いや楽しみですよ。名前言えよな。ああ熊本プロレスですからね。熊本プロレスです、はい、お願いいたします、今日ほんまに私はね、ちょっとある程度結構やったりしてますので。あ、そうですか。はい、もうそれ、震え止まらなくなったら怖いよ。逆にひねってるので、うん、ちょっとビギナーズラックを信じて、ね、いっぱい球出したいと思います。じゃあそんなちゃんね、もっと本気でやってほしいんだよ。その本気で可愛い感じじゃなくて、もっともらう球出します。ほんまに本気や。どうも、タイムキーパーの跡地です。お願いします。タイムキーパーの松井明です。お願いします。お願いします。今日初めてのパチンコのなんか、はい、配信に出れるということで、もう早速、はい、中入っていこうか。あ、中入っていきましょう、うん、ここから入ろう。ここから入れません。いやいやいや、入れるやん、入れへんやん、そっから。いつもやってるやん、こうやってトン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 って言ったらバーって開く。俺、ハグリッドちゃうで。あ、ちゃうかったんです。ハリーポッターのちゃうかったんです。違いますよ。ごめんなさい。やめてください。頑張ります。幕を開けました。非行なパチンコナンバーワングランプリ略して KP1、今回初戦リーグ第1回戦の模様をお届けいたします。対戦ルールはご覧の通りとなっております。はい、勝敗は定まにてつけさせていただきます。実戦中途中でコンビの絆が試されるタッグチャンスで大量出玉獲得のチャンスがありますので、皆様、はい、ご期待してお待ちいただければと思います。はい、何かある。さあ、今回打っていただくのは、はい、もう打っていただいてるんですけれども、はい、Pコードギアス反逆のルルーシュ、はい、ライトバージョンなんですけれども、はい、大当たり確率 222.1/1 の一種二種、少し前に出た耐久ミドルタイプのライトバージョンですね。はい、でミドルバージョンよりも当たりやすくなっております。はいはい、コードギアスチャンス、いわゆるラッシュみたいなもの、ちょっと高くなった。はいはいはい、これどうな感じなの。ちょっとだけ赤いけど、ね、ちょっとだけね、ちょっとだけ赤い。こっからどんだけ赤みが出てくるか、赤みを増していくかですよね。はい、これに金とかが入れば、これか噂の、ああ赤い女、これか噂の、はい、赤い女、赤い女は別に熱くないんですけど。熱くないですか。噂の赤い女。おお、お黒いガチャガチャ。赤です。赤の幅が広すぎます、お二人。わあ、なかなか。はい、ごめんなさい、ちょっとスペックの説明途中だったんですけれども、はい、突入率、コードギアスチャンス、いわゆるラッシュみたいなものに、はい、突入するのは約 51% なんですけれども、そちらに入ると継続率なんと 91% ということで、何ミドルに劣らない爆発力がある台なので。さあ、なんか何に止まるか分からへん、分からへん。頑張れ。めっちゃ赤い。赤い。ちょっと待って、今の。おお。スポットライトは赤じゃないですね。ああ、違うんだ。おお、待って、何これ。いけー、これはちょっと、これマジやばいですか。バリ赤い。うわー、バリ赤い上にハニカム柄が今、はい、メーカーの激アツ柄が、プレミアじゃないですか。これはアキラ、これきた。これはマジで当てへんかった。終わり、終わり。いくぞ。これやぐい。ファイヤー、黄色や。すげえ。いや、出た出た、金。金。神々しい字が。神々しいですね。いけいけ、アキラ。またいいこと言ってるっすわ。何言ってた。なんか未来があるって言ってました。もう中身未来はあるんだな、ほんまに。さあ、もうこれはもうって感じですね。これはもう。お、スポットライト赤ですね。こういうことなんですね。こういうことです。はい、これはスポットライト赤かったぞ。アキラマジでこれ当てへんかったらマジで終わりや。後ろに、はいはいはい、
もちろん発表します。さすがに痛い。でも全然点滅保留でもここまで。あー金タイトル、もうすごいじゃん。ストーリーチの金タイトルはもう激アツです。頼む。ちなみにストーリーリッチテロップこのセリフですね、はい、が金文字だったらもう大当たりの方です。あーなるほど。今ちっちゃく出たあのミニキャラもチャンスっていうのがもうチャンスアップなんですけど、なんかあんた息切らんな。そうなんすよ、なんか僕の人生みたい。ほんまやん。さすがにも、はい、そうなんや。息切らないんすよ僕。ぬるいな。まだ決まってないて。まだ決まってないね。頼むよ。いやマジでアキラ念込めて。こっちもプールしか行ってへんもん。ずっとウォータースライダー映ってますね。時期終わってんのによ、ずっとプール行って。さあおお白白黒。これが、あ、これ、はいはいはい。お、あー、出た。当たった当たった。ただこっからですよね。こっからです。アキラこっからやね。あ、そうなの。ライトミドルなんでやっぱり当たるのが早いですね。そうですね。当たってから、うわもう、バリキレイ、綺麗な虹色。これ今気持ちいいだけの時間、気持ちいい映像を見る時間が、はい、右打ちしてください、はい、よっしゃ行くぜ。まず6ラウンドあたりですね、はいはい、これが右打ちです。これがあーすげー、右だ、あー右だ、右ですよ、右だ。そういうことか、右に行くから右打ちですか。足回すことだけを言ってたわ。そういうことか。さあこっから、ブラックリベリオンというものに入ります、はい、こちらは、時間1回プラス残保留4回の5回ですね、はい、で 7.7 分の1を引き当てることができれば見事ラッシュに突入すると。これ右打ちですか。まだ、はい、あ、まだいいです。今はもう今やめたらいいですよ、はい、で一撃か、戦闘撃破か、どっちか好きな方選んでください。一撃、あ、それもう切り替わんねん。切り替わっちゃった。わかるやろ。間違えたじゃん。間違えた。いや間違ってはないねんけどな。あきら5回転中に7分の1を引くねん。5回転中にやらないと。 7.7 分の1を。 OKOK。 さあここで出てくるパネルですね。 色とかも大事です。あ、でもちょっと、まだ、あ、赤いよこれ文字。文字は違うんですね。これも違いますね。でさらにここから入れてもらって、はい、なんか、なんすか、何 C2 をストックしたっていうのはめっちゃ熱いです。熱そうな雰囲気はね、ありました。さあ、はい、なんだなんだなんだ、大当たり中ってこと。なんかね、当たりのこれは、前回は奇数の方が大チャンス。あーっと、大チャンス。じゃあアキラ、奇数やから大チャンスやわ。せやろせやろって、お前、分かってなかったよ。なになになに、これもう、これはもう、はい、はいって感じです。これはもう、はい、あ、これもはい、アキラ、これはもうハイやから、はい、行け、はい、これは、はい、メーターを線まで貯めて、はいはい、撃破すれば突入って感じなんですけども。なるほど、なるほど。そっちの方を選んだという、はい、何回押してとかあるんですか。これはもう、4つですね。4回、5回。これはもうはい、この2個目の突破、2個目3。おー、テロップも赤でしたね。よっしゃ、来い。なるほど、はい、いいです、おもろいな。 あ、赤文字、あ、そうですね、はい。おお、行くよ、着々と線に近づいて。オーケー。どうしたどうした、これ逃げろやからもう確定確定よ。はい、今あの楽しむ時間、楽しむ時間。さあこれで大当たり、これは、ね、大当たりや、プラスコードギアスチャンス、はい、でもこれでラッシュに入るんですよね。はい、これは赤まで行けましたので7ラウンド7ラウンド7ラウンドコードギアボーナース。あー、いや踊ってるやん。踊ってます。あー、なぁ揺れとこ。男子の上半身みたいからずっとプールモードで止めてるみたいな感じなんです。確かにずっと今さ、それまでありがたいことであります。でこちらコードギアスチャンスに入りましたので、コードギアスチャンスに入った場合は時短13回プラス残保留4回の17回で 7.7 分の1を引けばいいので。すごいな、はいはい。じゃあ、そういうことか。初めはここで、7回転は
即当たりメインになります。あ、はいはい、急にバーン当たったの。はい、はい、これです。あ、気持ちいい。おー、すごい。何今の初めの7回転はそんな感じですね。やったやったいや、だからその7回転超えてからはちょっと不安になる感じですね。ちょっとずつ不安になりますね。あ、かわいいコール。おー、びっくりした。これで10ラウンドですね。あ、はいはい、一番いいやつ。バリ揺れて、うおー、手出てきた。手出てきた、すげー、手出てくるよ。僕ジャンキーやったら買ってましたよ、今お前、太鼓やったよ、一緒にやってて。ボタンはギアスラッシュ保留連のチャンスなんですよ。じゃあ僕、そしたら行け、初期をします。行けよ、まだ今、はい、行け初期。おい、なしてんねん。終わった。でも今のが入らなくても全然大丈夫です。あ、ちょっと待って、何怖い、何怖い、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 これ押せ、押さんでも、あ、何これ、グラスゾーン、何これ、あ、ちょっと待って、これエグいですか。222分の1を引いてるかも。マジっすか。 3% しかないやつを引いてる。お前 3% 引いてるぞ。 3% 引いた。うん、消費税より下。何やその例え。分からん。ここはタイトルが変わるか。コーネリア。赤ねや。赤ねや。赤に変わればチャンスあった。まあでもまだ稲田さんも可能性はありますね。そうなんやすげ。ギアスラッシュ。ギアスラッシュですね。保留連。保留連。これはあのラウンドも上乗せしていって、はい、この数の数がなくなるまでは続きます。はい。はい、すげー。え？おいなさんもなんかすごい。わからん。どうかな。おー、押してよ。押してください。はい。行け。あー。やめて。私より先にあーって言う子がいるの。なんなんマジで。ごめんなさい、騒がしてしまったの。ちょっと4目のリーチだったので。あなた 3% 引いてるから。すごい。私 3% 引いてるの。そうですよ。あんた盛り上げすぎやで、この大会。一発目から。一発目から。変わりたってしゃあないのよ。今だ、あ、だこんな気持ちで。押せ押せ、3つ、ポン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 。で、また3つ増えます。うわ、すごい。お、なるほど。ラウンド上乗せだったり、保留連として、それを全てこのアイコンみたいな感じで見せてくれてるって感じですね。これだって定まですよね。定まそうよね。あぁ、定まなんで、まあ、揃え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 。あ、揃った。え、すごっ。もうあの勝負としてはもうおもろなくなってきてます。えー、あ、そうなんや。でも逆に言ったらね、抜かせる可能性もあるぐらいの継続率ですから。ああ、91%。これでも、え、アキラすごいってこと。あれ、なんか近くライジングチャンスの煽りが来てますね。結構当たってるらしいです、これ、え、これ稲田さんのやつ熱くないですか。おしま、近くの煽りが来てます。そんなに熱くないで、今のところ。どうしよう、わからん。こっからやつ、また3つ増えた。何何な、おっしゃおっしゃおっしゃ、はい、煽っただけで入らなかったんですか。ここで止まればライジングチャンスっていうのがあるんですけど、ちょっとね、金で熱そうな感じに見えるんですけど、確かに熱くないですね。元々は金のやつか。ぬるいですね。ぬるいです。ぬるめでしたね、ごめんなさい。さあ、来い。ああ、ただこれまだそこそこそこ、ね、れこれでも揃った。揃った。え、めっちゃすごいやん。プチュンしましたね。プチュンじゃないの。え、プチュン、これプチュン、これプチュンよ。すごい、めっちゃ効率で当たり方ずっとしてますね。14個、ブイジュやばい、14個、うん、むっちゃ増えた。え、あんたなんか初めてのことしてんじゃん。この機械使用。私は売ったことないんですけど、元彼がすごい好きやってて。なんやその話は。あ、ちょっと思い出してました。なんか静かだなと思ったんですよ。いや、ちょっとしんみりした感じ。いや、まあでもあの、なんかあの、毎日1000円ずつ渡す生活が始まって別れたんで、なんかこれね、すげえ正しい話だ。はい、これ買ってね、復習できたらなぁ思ったんですけど。復習ってな、気持ちをね、気持ちをなんか置いてもらって。稲田さん、その気持ちもちょっと分からん、その背負って頑張ってもらえたらなぁ。いらんわ、曲とかを聴いたらちょっと思い出しちゃう感じなんですか。いや、そのお父さんがパチンコとかによう行ってたんで、あ、その匂い玉を持って帰ってくるっていうのはもうようあったんですよ。匂い玉、あの、だから芳香剤みたいな。あ、お土産に。そうそうそう、その匂いだけは今めっちゃ思い出してんで。松井さんは永遠に続いてますね。すごいな。あ、今日ずっとちゃんと初期でボタンを押してるんですね。そ、それがだからちょっと元気みたいな。ストライ、はい、ストライ、はい、ここから
右打ち終わりですか。あ、いや、まだ続いてます。この煽りが5回続けば大当たりの起こり、ドレミさん、はい、こっからとか言うねんなめっちゃ意外だあ、赤文字、赤文字ではありますね。お、あ、こっちですね。なになに、なに、カテロップ、稲田さんのリーチでしょうかって聞いてきてる。え、答えてあげてください。リーチで割ってほしいけれども、リーチではありますよ。はい、これで最後の、はい、来い、スザクのバトルなんですけど、あ、ラストバトルや、ラストバトル、これ5回を1回として見せてくれてるんで、5回分を一発でって感じなんで、あかんかった。引けてたら一発でバーンと当たる感じですね。ここもテロップが赤だったりとかするとってか、ここもですね、これ赤ではないんですよ。これはこれ赤じゃないですか、はい、全部が赤じゃないと。デフォルトいくぜ、よっしゃ、チョキでいけ、いけ、今日はキツネでぴょん、これで終了って形になります。変なこと言うからや、キツネでぴょんが最後、キツネが最後でした。二度と出すな、トロップ。でもまだまだ復活の可能性があります。そうなの、これまだ右側、この画面が動けば、あ、動け、右打ち止めていいですよ。あ、止めていいですか。日常よ。さらにこの回想ステージ行った時に転敗すれば大当たりの起こり、そこで転敗だけで、はい、何転敗って、まあ、リーチみたいなこと、リーチになれば、あ、これ1回目、1回だけと、はい、1回目です。あ、でもここのステージは転敗すれば大当たりの起こりですけど、なんか一応僕らの方がその稲田さんと松屋家より知識あるから当てたい、ね、いやそんな、なんかプライドありますよね。そういうことじゃないねんけど、はい、当てないとね。そうなんですよ。え、安土くんでどんぐらいやってるんですか。僕はもう、まあでも大学後半ぐらいからずっとやってるんで、もう 4,5 年やってますね。結構結構ややってるね、はい。熊本さんはさっきの元カレとやってるぐらいですか。いや、あの、その前にお母さんにお母さんとパチンコ行ける年齢になった時にお祝いに連れてってもらいました。珍しい、かわいいそんな、そうなんです。あれ、熊本さん3年か4年前の年明けもお母さんと行ってましたよね。あ、お母さんと、そうですね、正月元旦3日間はしごして三ヶ日、じゃあもう家族で大好きなんですね。そうですね、はい、それはやっぱりすごいですよ。やっぱりだから喧嘩とかしててもやっぱ同じ共通のね、趣味があるので、そこでやっぱ仲直りできる。え、パチンコで仲直りってあるんですか。あんま知らないんですけど。いや、野球に喧嘩の原因だったりしますよね、パチンコってね。そうするんですけれどもまあ、彼氏は全員パチンコしてましたから。一番最低だった彼氏はどんな感じだったんですか。勝手に最低って決めちゃったけど、まあまあ、そうですね、今びっくりしてますけども、今まで付き合ったさっき最低でしたもんね。なんかパチンコやってたって言って自分もやってるのに、なんか勝手なイメージで、はい、すいません。でもね、さっき言ってたその彼氏は、あ、でも本当に結構楽しくパチンコをね、一緒に打ったりとかする彼氏だったんですけど、まあ、次付き合った元ホストの鉄板焼き屋やってた人は、はいはいはい、鉄板焼きどうでもいいね。元ホストが気になるのに鉄板焼き、確かに、どっちどっち、元ホストの鉄板焼きと何じゃいいってなんで、見てたらええなと思ってね、そいつが。いや、その人はね、私が一箱だけ、一箱しか積んでないその箱を、あろうことか持っていこうとしたやつで、それやってた人としてねえ、ないわ、ダメですね。2箱からでしょう。せめて、ね、持っていくのは今日なんや、ね、優しいな、2箱ならいいんだ。2箱からやったら1行ったら熊プロさんのやつなくなるやん。そうなのよ、1は行かないのよ。自分のことしか考えてないタイプ、ね、なんで見ててほしいね、ほんで今その人にこれをどういうこと。いや、言うてやったぜと。あ、いや、いい保留来てほしいですね。いや、そうなのよ。そうですね、赤保留とかね、はい、飛び込みで赤保留欲しいな。飛び込みでな、うん、お前意味分かってないの。飛び込みで赤保留な、意味分かってないのに言うな。二人ともやっぱやってる感ありますね。左手がなっちゃうねん、左手がなっちゃうねん、これはほんまに。いや、ないのよ、そんな。僕とか、本当にほら、熊本さんの兄ちゃんも固定されてました。しっかりちゃんとね。かわいい。ずっとここにあったやろ。取れへんやろ。うちの右手は見えない。熊本さんの左手はもう可愛い人になってる。あ、緑保留、まあ、緑保留になりました。おえ、でもさっき、え、すごいすごい、お、なんかすごいよ。あ、見事、また右さん行きます。
僕もギジニに。お、ギジさんに行ってましたね。ギジさん行けですね。ここで行ってくれ。ほい、どれが来たら。お、ギアスライバル。チャンスですね。お、ギアスライバルチャンス。あ、終わりにしてこいよ。震えてますよ。震えてます。熊本さんの方でブルブル来ました。ブルブル来てもらいます、でこれはこの V みたいなアイコンですね。ゲットする数によってこれ今1個になるんですけど、これが5個だともう期待していい展開。なるほど、ゲット5。やっぱ V はあればあるほどいいっすね。そうですね、頼みます。お願いします。行きます。お願いします。 あこれがこれで何個になるか。お願いします。5。来い来い。これで今 2個ですね。ここね、下に、あの左下にかける2とかかける3とか出るので、これ5になれば、お、わかった。これは、これマジで知らん。誤差高かったですね。頼む。あー、合計4つになりました。なるほど、4つか。4つでもありえる。ありえます、ありえます。さこい。え、お、なんかすごい。これでストーリーリーチに行けましたね。タイトル赤色にここがで、今のこの V の分だけ何かチャンスアップをしてくれるんですよ、これは。なるほど。 V というか、あのこのアイコンの分だけ、はい、あと2個チャンスアップが残ってます。さあ、来い。タイトルもテロップも赤ですね。さあ、どうなる。すごい。これでシーツのカットインっていう、カットインのチャンスアップ。チャンスアップが。あと1個、どこで使うか。赤や。頼む、分かるやろ。ここでこんかったら結構きつい。せや、ほんまにそう。保留変化ですね。赤保留になるんですか。あー、でも紫か。紫か。でも保留。僕らは紫も赤って呼びますよ。紫は紫やね。こっちの世界では赤です。はい、赤ですからね。紫や。いやー。さあ、この最終煽り。来い。この煽り、紫が赤だったらいいんだけど。天下のスタイプ、横浜さんは。来い。あー、わかんねや。まだわかんないんじゃないですか、でも。まだわからん。まだ。あー。ホストの鉄板焼けの呪いや。そういや、ちょっと元彼のせいだ、今のは。ここ、おギアスゾーン入りました。終わりにしてまいよ。はい、これチャンスですね。これ絶対チャンスだ。やっぱここ、光った、熱い。あ、なるほど。あ、赤も光ってますね。あ、はいはい、光っております。あ、すごいな。ここでキャラがルルーシュなら大チャンス。ルルーシュなら、ルルーシュ来い。誰だ、ルルーシュ来い。ルルーシュ来い。だいたいロロかシャルルなんですけど、これですね。一応一番下なんですけど、ロロじゃなかった、ごめんなさい、ロロですね。ロロさん。で、これロロさんは、あのさっき稲田さんにも起きた時間を止めてくれるみたいなエスガルドです。ちょっとフリーズみたいになります。へぇ、フリーズ演出ね。うわ、めっちゃ気持ちよさそうな音してる。ここ久保さんに耐えて、耐えてフリーズに耐えて。これね、フリーズ目合うねん、ずっと壊れたって思うけど壊れてないんです。これ目やったんや。店員さん呼ばんといてな、みんな。これはこれやから。台がしっかり震えております。しっかり震えております。虹色に震えてた。もう虹色にブルブルしてたら、もうこれはもうこれはや。もうこれはや。いいですよ、これはや。来ました、来ました。出た、もうこれはや。ごめんなさい、なんか名台詞みたいになっちゃって、ごめんなさい。いやいや、これは聞けた、これは。なんで聞けた。もうこれはめっちゃええやん。頑張れ。オッケー、いいよ。やったやったやった。何、オッケー、こっから。オンオンオン。はい。ありがとうございます。負けちゃ、じゃんけんすんじゃん。じゃんけんには負けてる。ありがとうございます。悔しい。はい。さあ、行くよ、行こう。そこでリーチ発展ですね。ここから、まあ、安心はできるんですけど、リーチははい、はい、見せます、はい、なるほど。タイトルの色変わるかな。はい、赤だ。赤に変わりました。オッケー。これはね、もうあれなんでね。え、もう揺れてる、熊本さんが。もうね、あの熊本さんはレバブルが虹色やった時点でもう乗ってます。はい、もう踊ってます。あー、いい、かわいい。
ノリノリや。髪かき上げた、髪かき髪かみたいのやん。髪みたいやけど。ええな。オッケーオッケー。いいですよ。いきますよ。もうこれはオッケー。オッケー。見たか長島君。なんかこれ誰でもこれ誰もやってなかった。やってない。さっき誰もやってない。やってない。オッケー。すごい。振り返ることできんのか。セクシーになってる。なんか妙に振り返ったらセクシーになってた。なんか名前言ってなかった今。あんま音は聞こえなかったけど。見たか長島君って言ってました。元カレ？はい、鉄板焼きの鉄板焼きとは別のもう一人の別のもう一人おー虹色コングラチュレーションこっからですね松井さんのようにどうなるか 7.7 分の1を5回で当てることができれば、はい、継続率 91% の OK です行きましょうダッシュに入るといきますせーのはい、いはい、いあいやまだまだ諦めるまでいいですよ。まだまだ。よっしゃ。うわ。いけ。やばい。一回で終わり。一回で終わり。正しい。ラスト。合ってる？合ってますよ。合ってますよ。はい。始まるよ。